こんにちは。三重県鈴鹿市のスーパーで手をつなぎながらゆっくりと歩くのは安田秀子さん63歳。安田さんは6年前に若年性認知症と診断されました。今日は何かな楽しい。安田さんがこの日訪れたわけはスローショッピング。スローショッピングはもともとはイギリスで始まったもので、認知症の人たちが安心して買い物ができるようボランティアと一緒にゆっくり買い物を楽しむというもの。こちらの店舗では月に1回開催されています。この日参加したのは男女合わせて8人。安田さんは簡単な自己紹介の後、ボランティアの伊藤さんとペアを組み、早速買い物へ。どこかな、玉ねぎね。どうでしょうかね。大きいの買うから重たいよ。そうですね。空間認知機能の低下により、物との距離を測ることが難しく、つまずきやすいという安田さん。伊藤さんと手をしっかりつないで、売り場を探します。よく知ってる。玉ねぎどこだ。あ、ここや、うん、やった、はい、その後向かった先は、はい、こんにちは。お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。思いやりレジとは、高齢者や子連れなど支払いに時間のかかる人が焦らずにゆっくり会計できるというもの。鈴鹿市ではこの店舗のほか、市内のスーパー8店舗で常設されています。預かって、はい、どこだ。預かって、今度はここかな。はい、ゆっくりで大丈夫です。はい、はい、ここ入れてください。入れます。はい、できました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。一人では無理です。みんなにね、助けてもらってできることなので、はい。認知症になっても誰かの力をいただきながら、みんなと同じ健常者みたいに生活できる。ね、状況を作っていただけるっていうことが本当にありがたく思っております。買い物や人との会話で受ける刺激で認知症の進行を抑えることにもつながると期待されているスローショッピング。鈴鹿市では65歳以上の高齢者のうちおよそ1割が認知症を患っていて、今後さらに増えることを踏まえ、去年認知症フレンドリーシティ鈴鹿を宣言しました。少しでもこの認知症にならないように、またなっても症状の進展を遅らすような取り組みとして、こういった社会参加の取り組みや介護予防の取り組みに力を入れております。ゆっくりでいいでね。うん、重たいから。本当だね、ゆっくりゆっくり、うん、変わってほしかったら言ってよ。うん、分かった、はい。お互いが助け合い、暮らしやすい街づくりを、地域が一丸となって取り組んでいます。